こずの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、また再びなんですが、こちら、はい、ログボックスリバース、はい、こちらの和の国編3なんですけれども、こちらね、なんでまた買ったかって言ったらね、前回シャンクス星さんに買って一発で当てたんですけれども、やっぱねゾロが気になるんですよね。なので買ったんですけれども、こちらだいたい定価が1000円近いですよね、これね、990円、はい。でもね、買ったところが495円、半額、ちょうど半額なんですよ。まあ私の行きつけのセブンイレブン、ここのセブンイレブンがね結構早い段階でね、余りをね半額にしちゃうっていうところなんで、こちらをね1,2,3,4,5と、はい、5箱買いました、はい。この5箱っていうのがね、普通にボックス開けた状態の5箱じゃなくて、もうバラで置いてあったんで、もう配列も分かんないし、あとちょっとね重さとかもね、一応シャンクス一番軽いんで、その一番軽いのを抜いたとは思うんですけれども、どうでしょう、この中にまあゾロがあるかどうか、あとはね、まあ、ゾロ以外でもねコンプリートできればいいんですけどね、あとルフィとオデンか、はい、それ狙いで今回開封していきたいと思います。では早速1個目開封していきましょう。1個目いきます、せーの、いきなりゾロ来ましたね。お、一発目でゾロ来たぜ。はい、よし、ゾロゲッチュー。はい、2箱目いきます、せーの、あ、ゾロ、またゾロ、ゾロダブった。はい、3箱目いきます、せーの、あー、シャンクス、あれ、シャンクス軽いと思ってたんだけど、あれそうでもなかったか、あら、まあ、ダブったね。はい、4箱目、せーの、あ、おでん来ましたね。よしよし、はい、5箱目、これでルフィが来てくれたらコンプリートなんですけれども、いきます、ルフィ来い、せーの、あ、来たね、ルフィやっとコンプリート、はい、なんとかコンプリートできましたね。よし、はい、ではね早速組み立ててね、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね早速ゾロから見ていきましょう。こちら、いや、これはね、まあ自分が想像してたよりは良かったかなって思います。はい、まあ、でもね、どうなんでしょう、まあ、顔とかのねこういう塗り分けとかはちゃんとされているんで、そこら辺は評価できますよね。まあ、この着物のね、躍動感もあるし、この遠近法を使った感じもね、やっぱこのシリーズならではということでね、まあ、自分が思ってたよりは良、かったと思う。はい、続きましておでん、はい、こちら、はい、おでんに関してはね、いや想像以上のいい出来だと思います。はい、
顔もねちゃんとね、うん、塗られてるし、頭のこのこの感じもね、うん、いいし、あと筋肉の造形が素晴らしいね、うん、で一応ねシャドウが吹かれてるんですよね、うん、ちゃんと陰影がねちゃんとはっきりしてるんですよ、グラデーションみたいに。いや意外にこれシャンクス以上に当たりかもしれんな、うん、モデンが一番いいかもしれない。シャンクスだとねこれで1000円っていう感じはあったんですけれども、うん、大きさ的にもね、うん、おでんはいいねこれね、まあ、思ってた以上想像以上です。おでんは、はい、続きましてルフィ、こちらまあこうパッと見ではね、うん、まあ普通にイメージ通りかなっていう感じはあるんですけれども、まあ、問題はお顔ですよね。はい、ルフィの顔なんか違くないなんかねなんか違うんだよな、ルフィの顔が。あのパケとね比べてみますか。はい、パケの顔はこうですよ。もうすっごいかっこよく、うん、できてるんですよね。でも実際はこうなんですよ。ちょっと間抜けな感じあるんですよね。なんだろう、うん、これはちょっと残念だね。この絵を見て、うん、これを見るとね全然ちゃうやんって思う。これはちょっとルフィが一番ハズレだね。うん、ハズレ枠。いや、これはちょっと納得いかない出来ですね。まあこういうね、うん、ジオラマチックにこういう構図的にはすごいいいところなんですけれどもね。うん、でしかもこれワンパーツなんですよ。うん、特にくっつけたりとかなしでこれ単体で入ってたっていう感じですね、うん、いや惜しいね。ルフィ顔さえちゃんとねパケシャ通りだったら完璧だったんだけどね、うん、自分の中ではルフィが一番ハズレでしたね。はい、といった感じで、いやまあ半額だから買ったんですけれどもね、うん、定価の990円だったらもう買ってないです、このシリーズは、うん、目的のシャンクスは手に入れたんでね。ただ半額だったんで、あ、この機会に揃えようかなと思ってね購入しました、はい、しかもそこのセブンイレブンはね3箱分ぐらいあったねだからもう10個ぐらいはあったかな。まあ、そのうちの5個を買いました。はい、まあ、なんとかねコンプリートはこれで達成できたんで満足です。はい、ということでね最後は回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。ちゃんとシャンクスもね混ぜて、はい、回転させますんで、この機会にねチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。